日も相変わらず暑いです。晴れ続きで嬉しいんですけど、やっぱり暑いと体力が削られていきます。じゃあ横通ると風がトラックの方に、心臓に悪かったです。砂浜が見えてきましたね。左手に海水浴場かもしれません。草がペチペチ、草がせり出しすぎてて電車の通れる道が完全になくなってます。道路が自然に帰りつつある。道の駅阿久根に着きました。阿久根市に到着しました。ただ和泉市が全く見えてきません。正直焦ってます。近くの町って青色の看板にあと何キロって大体出てくるんですよ。全く和泉市が出てこないんですよね。もしもこれ行ってる方向に和泉市なかったら大規模な迷子ですね。皆さん前の看板見てください。和泉がついに看板の中に出てきました。しかもあと28キロということで、突然現れてもう突然着こうかっていう感じですね。あと2、3時間あったら着くと思います。今時間がちょうど14時ぐらいなんで、4時、5時ぐらいには着くと思います。はい、阿久根市街地に着きました。すいません、じゃあとりあえず悔しいんでカニでも取っときます。カニ、残念なお知らせです。カメラが壊れてしまいました。さっきの動画で見てもらったら分かると思うんですけど、前にカメラがそのまま倒れて、こういう風にですね、もうこのレンズ自体が全く収納されなくなってしまいました。こう目をかっぴろげたまま、これはもう全く戻んないんですね。で、写真とか動画が撮れるかって話なんですけど、こう何かが映し出されてはいるんですけど、何なんでしょうね。なんかすごいモヤモヤっとした謎の画像しか映し出されなくなってしまいました。これで僕の持ってる撮影機材がアクションカメラと全く容量のないスマホのカメラだけになってしまいました。3日目にしてすごい悲しいです。とりあえず悲しいんでしばらくここで休憩したいと思います。カメラは残念な結果になってしまいましたけれども、仲間の死を乗り越えて強く僕は進んでいきたいと思います。泉の文字の下に鶴トライチって文字があったんですよ。ずっと書いてあるんで、なんか気になってきたんでちょっと行ってみたいと思います。
ズル取ろうと思って遊んでたら、いつの間にか1時間近く時間が経ってました。だいぶ街並みが見えてきました。今からはですね、泉で一番栄えてるであろう場所、中心部の駅、おそらく泉駅でしょうね、泉駅を目指していきたいと思います。その周辺に行けば多分宿泊施設なり何なりが揃ってるんじゃないかなと考えてます。すげえ、バイオハザードだ。たまたま泉市で花火大会があるみたいです。だから屋台とかこういう風に警備員さんがいっぱいいるみたいです。ちょうどいいタイミングで来ましたね。見知らぬ街で花火が見れそうです。泉市市街地に着きました。今日格安のホテルに泊まることにしました。レンガ色の建物見えますか？あそこホテル鶴って言うんですけど、あそこがすごい安いみたいなんで、今日は一泊ホテル鶴でしたいと思います。ホテルなんてね、贅沢なんですけれども、今日はゆっくり体を休めていきたいと思います。じゃあ、はい、今日本当たまたまなんですけれども、泉市の方で花火大会がありました。本当は昨日ぐらいに泉市に着いてる予定だったんですけれども、はい、本当良かったです、今日来て。